レガネスは、スペイン・マドリード州のムニシピオ。マドリード首都圏に属しており、マドリードの中心市街地から、南南西に約11キロメートルの距離にある。歴史家によればレガーネス、またはレガニートスという名前は、アラビア語のアルギャネット、またはアルゲントに由来するという。13世紀以前のレガネス周辺にはすでに集落があったことがわかっている。 アルフォンソ十世時代の1280年、ビラが近隣の村落に作られた。そこから人々が周辺へ移り住んでいった理由を記す、公式の記録は存在しないが、おそらく薬病の流行や略奪を避けてのものであったと、される。一説では、人々はシルトのそばに住んだため、地名がレグムに変わったとも言われる。時が経ち、地名は現在と同じレガーネスとなった。 1345年、レガネスは、マドリードの行政区域である村となった。伝説によると、かつてのブタルケ村で、コナヤが、聖母、マリアの出現に遭遇し、この地に教会を建てるよう命じられたという。16世紀、レガネスに、小さな礼拝堂ができた。カルロス一世の書士で、ヘロニモという妖名で呼ばれていた後のドンフ,フアンで、アウストリアは、幼年時代を、 レガネスで過ごしている。1627年、フェリペ4世によってレガネスは町となった。その後、レガネス公爵家の領土となったが、レガネスは独自の特権を保ち、公爵家は市長を任命する権利のみ保有した。この状態は1820年に廃止されるまで続いた。地元の貴族フアンムーニョスは、レガネスとビラベルでの貧民のためにセリ院を作った。 彼の名は、レガネスの通りや、コミュニティセンターに残っている。1775年、カルロス三世は建築家、フランシスコ・サバティーニに命じて、王立ワロナス連隊の本部庁舎を作らせた。かつての弊社は修繕され、現在は、マドリード・カルロス三世大学の校舎として、使われている。20世紀半ばまで、レガネス経済は農業に依存していた。スペイン内戦では、 レガネス住民は共和国政府に忠実であったが、1936年にフランコ軍に占領された。町の状況が劇的に変化したのは、産業が導入された1950年代からである。マドリードに働きに出てきたエストレマドゥーラ、カスティーリャラマンチャ、アンダルシアの人々が手頃な価格の住宅や、家賃の安い集合住宅を求めて移り住んできた。 1960年代には農業の町からマドリードのベッドタウンへと変貌していった。1980年代にはカルロス三世大学が、1987年には大学付属セベーロオチョア病院ができた。2004年4月3日、スペイン列車爆破事件の容疑者捜索のため、テロリストのアジトと目されたレガネスノルテ地区のアパートを公安部隊が包囲した。 特殊部隊が配置されたところで自爆テロが起こり、特殊部隊の隊員一人が死亡、数名が重傷を負った。アパートは住民が避難しなければならないほど損傷し、後にすべて壊した上で建物が再建された。この事件後数日の間、数千人の人々がテロリズムに抗議して街頭を更新した。ありがとうございます。